がいなくなることとか、いなくなってからどうしてほしいということは一切残しておりませんので、自分がいなくなったらこういうふうにやってくれということは一切残しておりませんでした。すごく有名な方をお呼びして演出についてもらうっていう話も出たのは出たんです。ただそれでは部活の世界って本当に表現できるんだろうかっていうこともあります。同じ仲間といいますか、小劇場で頑張っている仲間と一緒に作っていくっていうことを大事にしたいなという気持ちになりました。部活さん の, そのベースにあるものがやっぱり桃園会っていう劇団なんだなっていうことに気づいて、劇団の力っていうのかな、劇団としてものを作っていくことの凄さみたいなことを見せてもらったというか、深津さんはいつも書かれる時と演出される時の頭の多分中の、考え方がもう全然ガラッと変わっちゃうんだと思うんですけれども、全くその深津さんの考え方とは、違う考え方をしてきた人間がその戯曲と出会うことによって何か新しいものがこう生まれてくるといいかなとは思っているんですけれども、わざわざ深津さんと違う方法を取ろうだとか、じゃあ深津さんに教えてもらったことをそのまま真似てやろうっていうことは考えてなくって、やっぱり現場で新しくもう一度そのパラダイスロストロストという戯曲を読んだ時に生まれてくるものをこう集めてお茶混ぜにして何か一つの作品になっていけばいいなと思ってます。今までのものとは違ったものを見ていただけると、それからやっぱり役者さんが関西演劇人の総力戦といったような感じで東京の方にも楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。その演出家の求めるものを私たちの方でこう構築していくっていうか、そういう作業をやっぱりやってますので、前とは全く違うものを見せることになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。稽古の中で違うものが自分の中でも現れてきてるっていうのは実感してますので、そこは前見た方も絶対面白いと思うところですね。不活作品の中に不活はいると思いますし、彼が目指していた世界みたいなものが見えてくるんじゃないかと思ってます。私たちも不活の目指してた世界を後追いするっていう形ではなくて、新たに一緒に見ていくっていうようなことを考えながら作品作りをしているつもりです。桃園会って、あ、こういう劇団だったよねっていうふうに改めて思っていただけるような、そういう作品になればいいなと思ってます。